今回は、気分転換にベランダに出たら締め出されたニートの一致の話を紹介するよ。ニートは26歳。気分転換にベランダ出たら締め出された。ちょっとまずいことになったんやが、隣町で花火をしてて音に釣られて窓を開けてベランダに出たらマッマがめっちゃ切れて締め出された。ニート生活4年目で、マッマが最近切れてたんだけど、こやないよな。わろた。この時を待ってたんやな。引きニートで、ほとんど家を出てなくてさ。久しぶりにちょっと外に出たらこれだぞ。花火見るくらいで怒ることないよな。なんなんだよ。何度も入れてくれって言ってんのに、何言ってんのかガラス越しで完全にはわからんけどマッマがめっちゃ切れてるのはわかる。何歳？26歳の大卒ニート。実はさ、就活であまり良い会社に就職できなくて、内定出たものの、入るかどうか迷ってたんだよな。で、ネットで調べたらブラックっぽいことが書いてあって内定者懇親会とかはちゃんと言ったけどいざ入社式になったら憂鬱になってばっくれた。当然、マッマとパッパは激怒したけど鬱っぽいふりして1年目はなんとか切り抜けたんや。でも2年目以降はいろいろ面倒なことになってて出てけって言われたこともあるけど、ここ最近は諦められてると思ってた。ずっとニートって暇じゃね？何して過ごしてんの？最初の頃は漫画読んだりアマプラ見たりして過ごしてた。最近はマジで暇でずっと寝てたり、たまに何時見てたり、せめて1日中ダラダラしてるのはやめろって親に言われたけど、なんか何もする気にならなくてさ。1年目は鬱のふりをしてたけど今はマジで鬱な気がする。鬱な気がする、だけだろ？一致の場合の鬱は甘え。ベランダに追い出される前に何か兆候っぽいのはなかったの？ないっていうか、そもそも最近、そんなに親と話してない。食事は5分とか10分とかめちゃくちゃ急いで食べて自分で食器を洗って、さっさと引きこもってたし、マッマもパートに出てるから昼間はほとんど喋らない。夜中と昼間、親がいない時間は部屋から出たりするけど他の時間帯は食事以外は引きこもり。部屋の隣にトイレがあるから、トイレに行く時も秒で済ませて部屋に駆け込む。ブラックが嫌だから辞めたって書いてるけど、ブラックっぽい会社じゃなかったら働いてたの？じゃあバイトじゃダメなの？ワイも大学卒業した後は働くのが嫌で憂鬱だったな。だからって4月からバックれたりはしなかったけど。考えが幼稚なんだろ。せっかく新卒ブランドで就職内定してそこに行かないってアホすぎる。3年くらい我慢して転職すればいいのに。鬱になるくらいの会社なら逃げるべきだけどそうじゃないなら3年、せめて1年働いて転職しろ。もうすでに初日からバックれた会社のことをどうこう言われても困るんだよな。実際、サイト名は出さないけど課金して口コミが見えるサイトでブラックだって書いてあったからガチだと思う。マシな部署もあるって書いてあったけど、部署の希望が通るわけじゃないから高確率でブラック確定。女子だと少しだけ優しくされるって書いてあってくさ。確かに地雷臭はあるな。Y もその手のサイトに投稿したことあるけど、あれって辞めた時に書くことが多いんだよな。確か転職で仕事探してる時に前の会社の口コミ書くと、次の会社の口コミが無料で見れた。辞めたばっかりだから、前職のことをブラックだクソだって書き殴ったけど、今思えばそこまででもなかった、的な。それわかるな、辞めた直後は、クソ会社め、って思ってたけど、次に入った会社の方がひどくて前の会社はそこまでブラックじゃなかったと気づいた。それこそ新卒の時なんかは、ちょっとしたことでブラックって思いがちなところもあるしな。で、まだベランダにいるの？まだベランダにいる。もう22時過ぎなんやが、パッパが帰ってきたら入れてくれるかな。本当に入れてもらえるって思う？無理やろ？そういうことや。一気に気づかないふりしてパッパは部屋に入っていきそう。ベランダから締め出すって斬新だよな。今ってスマホしか持ってないの？スマホしかない。しかも T シャツに短パンで恥ずかしい。靴もベランダのサンダルだしさ。花火大会ってことは、カップルなんかがウキウキしながら帰ってくるのに、しときたら。それ一気じゃなくて Y に聞くから禁句や。26ならまだ働けるやろ。第二新卒は無理かもだけど大卒なんだろうし、それなりに頑張ればまだなんとかなるで。とりあえずハロワの年齢低い層向けのとこに行って相談してみれば？短パン、T シャツにサンダルでか？追い出されたって素直に言えばOK。ああ、確かにちょっと痛いかも。そろそろ自立したら？もし今日、家に入れたとしても状況が変わらない限りはまた追い出されるリスクがあるってことやぞ。だよなぁ。マッマはそろそろ限界ぽい。脅すわけじゃないけど Y の兄がニートで、そんな感じで何度か追い出したり帰ってきたりした後、本格的に追い出した。今素直に出て行った方がマッマやパッパと良好な関係を保てる説もあるよな。でも財布に1円も入ってないし、そもそも財布も持ってベランダに出てないしスマホと服だけってマジでないやろ。スマホも下手したら解約されるやろうし。子供の頃は本気で泣いたら許してくれたのにな。さっき、マッマの前で泣いたら、マッマの唇が、キモいって動いた気がしてマジで全俺が泣いた。キモいは草。マルスじゃなかっただけいいやん。そこって一回？
2階？ 2 階ならどう降りるの？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。別のスレで、高齢の長年引きこもってたニートが体格のいいおっさん2人にハイエースで運ばれたっての読んだんだけど、俺、無職だから将来が不安なんだけど、無理やり追い出されたりしたらどうなるんだろうな。旅に出よう。旅に出られる金もねえわ。素直に丸抜しかないでしょ。丸を受け入れよ。本当に人が壊れる瞬間って感じだな。触れちゃいけないところに触れちゃったらこうなるんだ。なんだろう、頭損傷した直後の生き物の様子見たみたいな怖さあるな。高齢無職引きこもりか、働いたら負けだと思っているとか言ってた人も自衛隊入りして働いてたらしいし、そんなこともないスレガはどうなるんだろ。一生不安がってろ。それって丸沼で不安になるだけで、こんな目には合わないってわよ。応援してくれてるってこと？悪い、ちょっと何言ってんのかわかんねえ。そうだよ、就職すれば解決する悩みだぞ。就職しろ。ずっと特徴ある荒らし方してた粘着も急に消えてたし、人生に何の保険もない状態だから突然今までの生活が終わるんだよね。そんだけビビれるなら行政に電話くらいかけられるだろ。地域の引きこもり相談に電話とかメールとかして行政に頼れ。就職して36時間拘束とかされた挙句にメンタル病んで、これだから就職で解決できないんだ。申し訳ない。確かこういうの引き出し屋って言うんだっけ。随分悪辣な商売らしいけど、ニートの末路ってよくて親の丸逮捕地、ひどいと親と子が丸し合うかみたいな地獄だから、社会の必要悪ではあるんだな。じゃあもう解決できないな。ごめん、お大事に。なんなら今までの生活が終わり、寒さで丸にかけてる時も全力で応援する。頑張れ頑張れ。個人レベルの解決として悪くはないかもしれないけど、こういうのって反社のやってるタコ部屋に住まされて生活保護吸い上げられるって仕組みだから、社会的には問題なんだよな。イモゲメ演奏の高齢化はよく言われるけど、その年代のニートはそろそろ生存が怪しくなってくるよな。イモゲって基地外に2匹以上いるし、別個体同士で互いに反響し合って地獄が点在してるよね。ちゃんと通院してるか。相当ひどいなら小丸社年金受けられるかもしれない。 NHK で8050問題取り上げられた時もアビ共感だったのを覚えてる。他人事じゃないんだな。何匹か知ってるけど反響し合ってるやつはいないと思う。実際社会不適合者っぽい荒らしとかどんどん減ってるもんな。動物画像ですれ立てて意味不明な言葉連投するやつとか、同じ画像ですれ立てて同じことずっと言ってるやつとか、丸んでるのか追い出されて路頭に迷ってるのか。病院にも行ってるし今申請中だよ。正直薬ないと芋毛すらできねえ。ここで長年エシ粘着やってるやつもそろそろ荒らすだろうし、こんな感じなんだろうな。就職して36時間拘束ってどんな仕事だよ。マジかよ、粘着ニート有名人じゃん。サインもらわなきゃ。アビ教官って言うなら元事務次官の息子。引きこもりの生きてたあれが親に丸された時、やたら嵐が発狂してたし、似たような環境なんじゃないかな。ならゆっくり治るまで休みな、としか言えねえ。ちゃんとやることやってて偉いじゃない。親が死んだら自分もそれまで。丸布は怖くない。ってネットで嘘吹いてたニートたちが、年月が経ってその日が近づいてるのを実感し、ようやく危機感抱いてナーバスになってるらしい。ガチで職歴なかったら生活保護一択だろうけど、それはそれで怒る人がいる不思議。でかい現場の警備なんだけど、人が足りなくて2交代の勤務を朝夜とやってくれとかまかり通ってた。新人は逐次投入されてたけど、みんな病んでるせいで新人に丸目出して誰も残らなかったし。むしろ未来の危機感から目を背けるために発狂して暴れ回ってるんぜ。直視できてたら未来が真っ暗なことにナーバスなんてレベルじゃいられないだろうし。気持ち自体はわからなくはないけど、野放しにして無敵の人になられるよりはマシだと思うんだよな。生ポもたまにはしゃあない。社会全体でロシアンルーレットやるわけにもいかないし。いつだったかお店のトイレとかにあるエアータオル家に欲しいってスレで、掃除全部お母さんにやらせてそうってレスがついた途端、スレがみたいな発狂スイッチ入ったやつ出てきたことあったなぁ。安楽丸したいとか平気で言っているやつに限ってこういう状況になったら発狂するんだろうなと思う。最近見る嵐は言い任されるとスレ内のレスをコピペ連投するやつと繋ぎ替え連投だなぁ。前よりコミュニケーション取れない嵐が増えた。ネットで暴れる力を一人で生きる力に転化できないの？コピペ嵐することによって本人は傷つかないらしいけど、気狂い度はさらに増してるなと思ってる。イモゲって感じ。嵐を叩くことに誇りを持ってそう。悪いんだけど、イモゲって何？画像のこと？草。ネットで暴れるのなんて手指動かすだけなんだから、たくさも体力も何もいらないんだよな。だからその力があっても働けない。
恥は感じるけど反省はできないとかそりゃいずれ積むよ。嵐に優しい世界ってどこよ。言うなればやだやだって子供が話聞かなくなるのと同じだからな。幼児対抗してるわけでそんなの続けてたらさ、ニートって精神が弱いんだな。実家暮らしはバイトでもギリなんとかなるほど金銭的に有利。知識は広まっていた方が良かったと思う。ナマコか。ガチニートがいきなりお役所手続きできるとも思えないから。そうするとこういう引き出し屋に連れてかれてて続きやってもらう代わりにタコ部屋搾取になるんだろうな。生活保護の申請ちゃんとできるほどのコミュ力が残ってるといいね。役所をまともに活用できない人って結構いるんだぞ。実際一度も働いたことない人っているのだろうか。そりゃいるだろ普通に。大学中退すらいるんだし。昨日孫にどんな名前つけるみたいなスレでも無職が暴れてたんだよな。無職とは無縁のスレで草。みんなで頑張ってちょっとずつ良くなっていこうな。意思疎通不可能に見える態度をする奴が大体全部悪いよ。年金もらって昼から飲む酒はうまいか。芋毛ってボリューム層の年齢どんなもんなんだろ。まあそやスレにこうやって書き込む奴なんてより細かく言えば狂人というか、狂人だと思われたくてやってるバカということになるけど、いろいろあって頭狂っちゃった人よりだいぶダメな存在になるな。高齢ニートって精神病院入れて落ち着いたらグルホと就労支援コースなの。芋毛はだいたい30とか40とかじゃないの。年金払ってるけどその年まで生きられるかどうか。グルホって何？かわいそう。何のために生まれてきたんだろ。いい年して何の対価も払わず養われてる状況をよくのうのうと享受できるな。申し訳なさとかないのか。もはや牢獄なのでは？あぶれたニートたちはどこへ？ニートの丸んて身内としても恥だろうし黙って焼くんじゃないの。この手の人を哀れに思う気持ちはあるけど、こういうの助けたところで気になることまずないし、助けたなら最後まで面倒見ろ。と、ズーズーしく要求してくるだろうしな。ぐっふ、おじさんとタコ部屋行こうね。バイトでも良いから働いてれば親も何も言わなかったりすることも多いんだけどね。追い出される前に全国放浪の旅にでも出たら。そもそも精神病の理解のない時代の引きこもりがほとんどだろ。働けるか？どこも雇わんだろ。父丸井を演じてるつもりの父丸井。略して父丸井。何の問題もないな。行政に電話かけても順序立てて説明する能力ないから結局福祉まで行けないんだよね。こういうタイプって。福祉で救えないなら公共の害にしかならんしネット環境取り上げてほしい。悩みは尽きないよ。どんな成功してても将来こうなる。俺も生活保護もらいたいよ。でも実家暮らしなんだよな。高齢化が進むと高齢者福祉にどんどんお金がかかってくるし、まだ働ける年齢のニートに福祉が割けるお金はどんどん少なくなっていきそうだよね。ハロワイって介護職にでもついて働けかすとしか言いようがない。生活保護年々取りづらくなってるのにあの難関をニートが通れると思わないな。言っておくけど介護職って大変だぞ。ニートが務まる仕事じゃない。介護はニートみたいな何の経歴もないカスでも就職できる数少ない選択肢の一つなんだから襟物見せず死に物狂いで働けや、無理ならもう土にでもなれ。現実見たくなくて発狂したふりしてるだけのアホと、部分的に狂ってて会話が成立しそうでいまいち噛み合わない人がいるけど、ガチで狂っちゃってるとそもそもネットとかしてても自己主張ばかりで会話するつもりがなかったりコミュニケーションができないよな。ニートに介護しろって言うけどさ、介護が必要な人に迷惑かかるだろ。それこそ看板持って一日経ってるだけの仕事の方が向いてるだろ。確かにニートとか ADHD のやつに介護されたらこっちの身が持たないよな。金払ってんだし。介護職は単純に主婦でもきついぞ。家事もできない料理も作れんニートができるとは思えん。無職からネット取り上げる法律できねえかな。それしたらニートが職探しできなくなるじゃん。どうせネット環境があっても探さないだろ。こういう謎の法律を期待する人って誰が取り締まりやってくれると思ってんだろ。どうするんだお前ら。いい加減後がないの分かっているのか。仕事始めて自己肯定感高めたら人間少しは改善できるもんだよ。暇で空虚だけど焦燥感に駆られる地獄みたいな時間を延々と過ごしてたらどんな人間でも性根がねじ曲がるよ。責任感がない人間はダメだね。長文オツ。スレの落ちる間際に嵐に来たのか。働けなくなったスレと違って働かない奴が多いスレだな。一人でやってるのかもしれんが、親が丸んでも年金は受給し続けるのは大体これ。無理に仕事しろとまでは言わないけど、せめて親とか家族により迷惑をかけるようなことや、現実逃避して不特定多数のネット住民相手に攻撃的になったりするのはやめなよって思う。他者の迷惑以前に自分のためにならない。就労って別にマイナスなイメージないんだけどな。本当に病んだならまだしもさ、頑張ってみなよ。俺は生活保護と小丸社年金で丸沼で国の面倒になるぜ。
頼んだぞ、納税者。あと5年もしたらここも静かになるだろう。自分の至らなさへの現実逃避と再現のない承認欲求が合わさると匿名掲示板の粘着嵐が誕生するぞ。どうでもいいけど仮想の人物に固くして自己反省してるの結構いません？マジで親が丸んだらどうなるんだろうね、ここの嵐って。俺はネットで昔暴れてたけど原因は精神病だったよ。薬飲んだら暴れなくなった。なんか悲惨だな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。無職引きこもりだけどさ、これからどうしようか。同じような人探したいのはわかるけど、もう日やってる人減ったんだよ。だからスレが少ない方がいいと思うよ。もう3ヶ月働いてない貯金を切り崩しながらの生活、さすがにゼロになるまではサボらないけど、ギリギリまで動き出せない予感。何のスキルもねえし、ラノベでも書こうかと思っている。最近風呂入るのがめんどくさくなってる。一応入ってるが、一度入ると今度は3時間ぐらい入ってしまう。それは統合失調症だよ。考える力が低下してるから行動が鈍くなる。病院行っとこう。マジか、糖質なのか。糖質って幻覚とかそれ系かと思ってた。自己診断で勝手に打つかと思ってたわ。普通に5時間以上入ってる時あるからな。湯もすげえ冷たくなってる。もう20年ぐらいほっといたので、それが当たり前の状態になってしまった。ちょっと前まで頑張って働いてたんだが。まあ、うつでも考える力が落ちることはあるけど、どっちにしても専門医に診てもらった方がいいよ。もうどうしたらいいかわからない。風呂入るのが億劫で2ヶ月ぶりに入ったら、こすっても驚くほど赤が出て排水管が詰まった。お風呂入らず1週間突破した。お風呂が問題。お風呂入るのが億劫。臭いやつが多いんだな。シャワーも無理なんですか？仕事を辞めるやつは、結局、続かないんだよ。これまで勉強できても、隠れ発達症丸とかだと仕事続かない。引きこもるようなやつは何か病気持ってるから治療や支援を受けなきゃトンネルを抜けられない。バイトならすぐ見つかるけど、30手前になったら正直迷いはあるなぁ。正社員か、バイト掛け持ちの二択かで。仕事を見つけようにも電話がないし、あったとしても入力欄を埋めることで力尽きる。乗り越えても面接時刻に起きたりするし、明るい未来が全く見えない。18から引きこもり出して気づいたら10年経ってた。何も変わってない。老けただけ。もう何もかも終わりだな。まだまだ若いぜ。さらに10年経てばわかる。可能性はまだ開かれてるよ。関係ないよ。まだ若いは、いくつになっても逃げる口実になるだけ。10年後もまた同じこと言って変わらない。35になるとさすがに年齢の壁を感じるよ。同級生は結婚して課長とかになってるのに、自分は、と思わざるを得ない。だからまだ若いから大丈夫なんて言葉は無責任だ。まだ大丈夫、から急にもう手遅れ、になる？大丈夫というのは、チャンスがあるからさっさと社会復帰しろという意味で、まだ安心して遊んでいいぞという意味じゃないだろ。無理。まともな会社は新卒じゃないと厳しい。あと20代とか言うが25過ぎるときつい。そうなんだよね。アラサーになると世間から見ればまだ若いが就職的には厳しい。チャンスなんてないでしょ。一体何のチャンスだい？もう生きていく気力がないんだけど、丸の勇気もない。バイトか作業所。精神小丸者として生きていく。一般人が一切弱音も吐かず、人にも当たらない強靭な人たちであったら、また、恵まれていない人ばかりだったら奴らの言うことを聞き、自分を恥じたかもしれない。だがそうではない。実にふざけた話である。日本でナマポもらえる奴が1000万近くいるらしいじゃん。ナマポとかすごいハードル高そうでもらえる人逆にすごいなぁと思う。無駄に兄弟多くて両親生きてるのが邪魔だわ。中年フリーターについての記事読むだけで恐怖と恥ずかしさで顔から汗出てくる。おかしいね、無職なのに。子供の頃から土方は底辺みたいな思考を植え付けられてしまったせいか、派遣とかできずにニートしてるわ。お父さんごめんなさい。宝くじ当たってくれ。ビッグで恣意的に当たらないように数字コントロールしてるってわかっただろ。買うだけ無駄だぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。